いや、お疲れ様です。セルシオは19インチです。まあ、新車と、ああいう3ナンバーのね、たまたまセルシオを比べてからのコスト計算だったんですけどね。だから、ビビらずに好きな車乗ればいいんじゃないですかってことなんですよ。日和の股のブルー見ましたよ、早速。あの後、前回、吉田さんから動画送られてきた直後に、YouTube で、こう、日和のブルーの購入をしてね、見ましたよ。いい話でしたよね。西田敏行さん、さすがっすね。ああいう風な昭和の、本当奮闘ストーリーをまた見たいもんだなと思うのと同時に、あれはベータを作った人の気持ちはどうなのかなってところもあります。まあ、ベータってのがあって、VHS が後追いで追っかけていって、追い抜いて世界標準を勝ち取るっていうのは、それは、それで一つのサクセスストーリーですけども、ベータを先に出した方ってのは、せっかくね、いや俺たちやっと家庭用のビデオを作ったぞイエーイってやったところに VH が後追いできてそっちに人気取られるわけじゃないですか。なんか悲しいなと思いますよね。まあでも松下幸之助さんの俳優さんも結構ねそれっぽいですね。松下幸之助さん本人が喋ってるみたいな感じですよ。あれはすごい。うん、いってらっしゃい。